はい、皆さんこんにちは。坂旅チャンネルの関田です。今回は J リーグ60クラブ巡りの第41弾ロアッソ熊本のホームゲームにやってきております。本日の試合は明治安田生命 J2 リーグ第32節ロアッソ熊本対いわき FC との一戦になっております。スタジアムは笑顔健康スタジアムというロアッソ熊本のホームスタジアムで今日はどんな一戦が繰り広げられるか楽しみです。なんと順位は17位と18位で、ロアッソ熊本が17位、いわき FC が18位で、しかも勝ち点が一緒で得失点差で競っているという状況なので、どんな試合になるかなというのと、あとさっきマッチデイプログラムを見て、知ったんですけど、なんとロアッソ熊本今10試合勝ちがないそうで、今日は11試合ぶりに勝てるかどうかというところになってるんですけど、なんとしてもカモンロッソをやりたい、見たいということで、本当に勝ちたいと思います。なかなか今坂旅チャンネルの戦績もあまりよろしくないので、今日坂旅としてもロアッソとしても、まあ、連敗未勝利を脱出したいなと思います。それでは早速ロアッソ熊本のホームゲームへレッツゴー。じゃじゃーん、さっきオープニング撮ってたすぐ横なんですけど、このくまモンがベンチに座ってますので、ツーショット撮っときます。イエーイ、はい、チーズくまモン笑って、目が笑ってないんよ。こんな感じで、はい、スタジアムを探索していきましょう。バイバイくまモン。こちらがロアッソ熊本のスタグル広場です。すごいね、ちょっと分かる、この出店名、お店の名前あるんですけど、なんていうか、ちょっとユニフォームの背番号っぽい感じで書かれています。フォントがね、いいね。何食べよっかな。写真付きでも載せてくれてるので、すごい分かりやすい。この写真パッて見て、あ、これ食べたいで、さっきのマップで探すのがいいですね。もう暑すぎて、なんかスタグル食べるとき毎回暑い言うてる。はい、ということでスタグルをゲットしてきました。なんかまだ入場も始まってなくって、あんまり人がいない時間帯にもかかわらず、やたらめちゃめちゃ並んでたんで、間違いなく人気なんやろうなと思って、こちらのオーシャンセブンさんの、行くで行くで、オーシャンセブンさんのジャジャ、うわ、絶対もう美味しい。ビーフイズライスをゲットいたしました。もうわかる？湯気。湯気？煙、湯気。めっちゃ。見て、もう見たらわかる美味しいやつ。今日はこちらをいただいていきたいと思います。しかもサイズが、これミディアムなんですけど、ミディアムで1100円で、スモールサイズもあったので、他のスタグル楽しみたい方とか、女性でちょっと、少なめでいいかなっていう方も、800円のスモールサイズがあったので、そちらもおすすめです。あー、幸せ。じゃあ早速いただいていきたいと思います。もうね、めっちゃ匂いが香ばしいんですよ、ガーリックの。いつも食べてから物通りしてないと思って忘れちゃうんですよね。一応しときます。なんかお米に味がついてるよ、ガーリックライスっていうのかな、それが美味しくて、お肉、ステーキのお肉とマッチがすごい。お野菜ついてる。このお野菜めっちゃ美味しい。これ何つけてる？酢？酢？お酢？お酢？ピクルス。おお、ねえ。はい。すごい。ね、そしてあそこにちょっとね、有名な YouTuber さんいるんですよね。あれはね、ねえ、さきらさんですね。はい、奈良の
ね、あのコールリーダーされていた、はい、奈良で、ね、ようこそここまで、しかも白崎来てくださってありがとうございます、はい、いろんな方が来てくださっておりますと、はい、それではヤンキーオリンピックです、どうぞ。こんにちは、ヤンキーオリンピックです。全部ロアスト関係の歌を作ってきたので、よければ一緒に歌ってください。ロコロコやらないか、ロコロコやらないか、ロコロコやらないか、ロコロコやらないか。はい、ちょっとイベント、外のイベント、スタグル満喫したので一旦中入りたいと思います。なんとあのイベント MC さんに紹介していただくという、とても光栄な、本当ありがとうございます、感謝です。ありがとうございます。今日のお題は相原選手を知ろうということで、犬が好きな相原選手ですが好きな曲は何でしょう。この4択結構むず、私もちょっと QR コードにとって応募していきたいと思います。去年までコールリーダーさんにもらって、そうですね、そうなんだ。今はもうずっと来たかったので、ロアスター、そうなんですね、今日カモンロッサしに来てね、もう2人ですよ、そろそろ。はい、では今日はじゃじゃん、友達からもらったこのユニフォーム、結構昔のユニフォーム、結構前にもらったんで、あのかなり昔、古いユニになるかもしれないんですけど、このユニフォームを着て今日はロアスト熊本の応援をしていきたいと思います。で、先ほど映像の中で何を作ってたかというと、こちらの白竹針線を作っておりました。で、白竹針線って何っていうのであると思うんですけど、この、熊本の白竹というお酒があるんですよね。で、その焼酎のパックを再利用、リサイクルして、こんな感じで、今輪ゴムで留めちゃってるんですけど、こんな感じで針線にして応援に使うことができます。今日はこの針線を使って応援していきたいと思います。こんな感じで情報はですね、冷感タオルある、ロアスト君のぬいぐるみもあるよ、すごい、帽子めっちゃ可愛い、ほら、え、ベースワールドカップめっちゃ可愛い、これ、アイナイのお土産どうしよっかな、迷っちゃう。背番号タオルですね、普通のタオルないんかな、エンブレムのタオル。じゃーん、グッズはこの背番号のタオルマフラーゲットしました。なんか昔から知ってる周平選手にしました、なんとなく。なんかずっとロアッソのイメージ、そんなことないかな、なんかめっちゃ知ってる選手。はい、行きますね、はい、アイポーズ、こっちから行きます、アイポーズ、はい、よいしょ、少々、はい、ということでスタジアム入場しました。いい感じ。結構メインの方がよく人が入っているイメージです。で、選手とのハイタッチ会が
応募できたんですけど、応募し忘れるというちょっと。もう間もなく、まあまあ間もなく選手入ってくるので、後から応援していきたいと思います。今日はカモンロストして帰ると。はい、ということで本日の試合はなんと、2対4で敗戦となりました。なかなかロアッソ熊本も10試合10試合2勝利で長いトンネルの真っ只中っていうのは、お会いしたサポーターの皆さん、いろんな方がおっしゃってたので、抜け出せたらいいですね、カモンロスをやりたいですねってお話をさせていただいたんですけども、なんと1回逆転するものの、そこからまた、2失点3失点か3失点して敗戦という形ですね。ちょっとかなり悔しすぎるんですけれども、悔しすぎると同時に嬉しいというか、すごいなと思ったことがあって、まあ試合内容とかも含めて見ると、まあブーイングされるような内容でも、まあ仕方ないかなというような、まあもちろん10試合10試合勝ててないという現状もありますしね。ただそれをゴール裏はゴール裏で熱く選手を、試合終わった選手を迎えて監督と話し込んだりしてて、でメインスタンドに、最後にメインスタンドで、選手挨拶来たんですけど、その時にメインスタンドから自然発生で、ロアッソ熊本コール、チームコールが、自然発生するという、すごいね、なんかそこに愛が詰まりすぎてて、うわーと思って、あーこの空気みたいな、なんかこう本当にそこにサポーターの人の愛があるからこそ、ゴール裏じゃなくメインスタンドから自然発生するっていうほどのことだと思うので、そのみんなの愛が、本当に最高やったし、なんかね、本当に選手だけが戦ってるんじゃないよっていうのを思えた一戦かなと思います、ね、やっぱりそういうチームのストーリーに今触れたことで、
なんかたった一戦なんですけど、シーズンのたった一戦なんですけど、前後にはもっとストーリーがあって、今で言うともう10試合ぐらい勝ててないっていうのが一番分かりやすいかなと思うんですけど、そんな中でもスタジアムに来て応援するよっていうサポーターの人がたくさんいて、でゴールだけじゃなくてメインスタンド、バックスタンド、いろんなところからたくさんの方が応援してたのがすごい、なんかうわ熊本来てよかったなって今日は思いました。悔しいですけどね、カモンロッソしたかったので、またカモンロッソしに来ます。今度はできるようにまた来て勝ってカモンロッソして帰りたいと思います。そんなこんなで今回のロアッソ熊本観戦の動画は以上となります。この動画が良かったなとか面白かったなと思った方はぜひ、グッドボタン、高評価、同じか、高評価、チャンネル登録、あとコメントなどもしていただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上となります。また次回の動画かスタジアムでお会いしましょう。